今からこの階段を登っていこうと思います。皆さん、今日は私の昼間のなんかちょっと授業と授業の合間の運動をシェアさせてください。ちょっとこの階段を頑張って登っていきます。何段あるんだろう。すごいたくさんです。もう定期的にね、移動時間に余裕があるときはここでこの階段を登ることにしています。すごい段ですよね。もうここはあの香港の結構端の方にある町なんですけど、町が海辺とあと山側に分かれていて、でこの急激な階段がこのなんかどうしてもこの階段を登らないと次の目的地まで行けないので、頑張って登っていきます。大変。実はあそこの階段先まで行ってもなんかさらに少し曲がって階段が続いてるんですよね。階段作ったのどんな人なんでしょう。こここそエスカレーターが必要ですね。香港島はのこう平らな土地が少なくて、ふらふらして息切れてきてますの。海沿いの平らな土地が少ないので、どんどん丘の方にね建物が建てられたのと、あとは海辺は湿度が、海からの空気が来て湿度が高くてムシムシするので、イギリスの人たちは結構こう山の方に高級住宅をね建てたりもしたので、結構山の上の方のマンションとかも多いんですよね。で階段を登る機会も結構多いです。疲れてきた。運動不足なのでこういう坂道結構。どのぐらい来たかな。結構すごくないですかこの坂。心臓がドキドキしてきました。もうちょっとなので、この先あとそのね屋根があるところのちょっと先まで、曲がった先まで、その後もね階段じゃないんですけど坂道が続くので辛いんですけど、途中でギブアップできないというか、なんか横道とかないので逃げ場がないので、いつもなんかここ来ると見上げて登るかどうかちょっと考えちゃうんですけどね、頑張って登っていきましょう。疲れてきた。やばい、すごいですよね。あとちょっとで、とりあえず階段が終わります。あともう少し。ちょっと下が濡れてるのは、今雨降ってないんですけど、今日ちょっと天気予報も雨で、こんな感じやりました。 1,2,3,3 段、はい、頑張りました。ほんの少し向こうに海が見えますね。あれビクトリアハーバーです。でさらにここからまだ坂道があって、もう何気にここからの坂道がきつかったりするんですよね。頑張って最後まで登っていきたいと思います。今日はむちゃくちゃ天気が悪くて、今にも雨が降りそうですけど、どうやらもうなんか朝からずっとこういう感じなので、このまま夜まで持つかもしれないですね。
今、10月下旬近い香港ですが、まだまだ気温は高くて、今日は、なんか湿度が多分70とか近くて、でさらにあの気温が多分25、6度とかあるんでしょう。結構暑い日です。めちゃくちゃ頑張って歩いてきました。これね、あとね200メートルぐらいはね上り坂なんですよね。頑張って登っていきたいです。ここ登り切ると広い道に出ます。めっちゃ大変。ちなみにあの向こうに見える山の上の方はあの有名なハイキングルートになってて、香港だけじゃなくて結構世界中からハイカーの人が、これドラゴンズバックって言うんですけど、ドラゴンズバックに登りに来ます。もうどのマンションも高層マンションです。ここもね見えないかもしれないんですけど、結構坂道です。ビデオでも撮らないと今日はちょっと疲れてて、このなんかすごい坂をビデオでも撮らないことには頑張って一人で頑張って夜まで行けそうにな気がしなくて、さっきあの階段の下のあたりにもバス停があって、あそこからバスに乗る方法もあるんですけど、頑張ってビデオ撮ることでちょっと自分になんかタスクを与えることで頑張ってちょっと運動することにしました。こっち側もすごい坂ですよね。ここで転んだら危ないって感じ。結構ここが面白くて、ずっと上まであるマンションなんですけど、なんかここが谷になっててですね、すごいですよね。見えますか？ここでも転んだら危ない。ここ歩く人いないと思うんですけど、あとこう古いエリアなので、多分大昔に植えられた、これは何の木なんだろうな、木が植えられて立派な木がいっぱい植わってます。なんか幹がこうなんとなくこう滑らかで綺麗ですね。ちょっとこうたわんでる感じが素敵。ほぼあと100メートルぐらいでしょうか。ほぼ登り切りました。ここまで来るとね、道は割と平らになってきて歩きやすい。今日あの家を出る時もなんかもう歩く気満々なので B さんで来てます。